ございます。ソフィーです。今日はソフィーの子どもたちにデブロッペのタンディをしてもらいたいと思います。では頑張ってください。タリスマンのアダージオの曲になってますね。お膝横のまま頑張って体重移動してね。デブレになってるのでね、とっても難しいですね。お膝横のまま、そうです。頑張って。後ろも難しいよね。右足がね、今アンデダンになった人いるからね、お背中そっくり返らないよ。音楽遅い遅くなったらダメなんだよ。タッゴーワン、はい、よく頑張りました。いいです。では次にバットマンタンジをやってもらいたいと思います。ちょっとソフィー先生疲れています。あとさっき発表会の振り付けやってたので、ちょっとさっきだってますので、皆さん気をつけてくださいね。バットマンタンジュ、前に後ろ、はい、4分の1ずつのアンドゥルナ、そうです。あたつ、回る回る回る、回ってないとごめん、音が足りなかったね。はい、左、こうやってね合わせてくれるところ、みんなありがとう。おかしかったのは先生かもしれません。ちょっと単純ではソフィー先生が良くなかったので、ダメでしたね。ごめんなさい。グランバトマンいきます。今度はバッチリです。お願いします。グランバトマン、大きくお顔をちゃんとつけますよ。よく頑張ったんですけど、またですね、先生のこのあぐらの足がこれ映っちゃってて、すごいお行儀悪い感じで撮ってるっていうのが、皆さん言わないように。では今度はピルエットです。ピルエットは皆さん好きですか？お、好きですか？すごいですね。嫌だなって思う子いない？それすっごいいいことです。じゃあ期待しちゃいましょうね。でね、あっちに映ってる。膝横のまま、なんかみんなピルエット好きな割にはシングルにしちゃいましたね。はい、いいですよ。
皆さんね、前から始めていいんだよ。今よかったよ。なんでダブルもあったよ。頑張った。はい、いいでしょう。では今度はファアッサンブレをやってもらいたいと思います。じゃあ今度も聞きますね。皆様、アレグロ大好きって人いますか？お、いいですね。アレグロ好きな人はね、バレエがとっても上手なんです。じゃあ頑張ってください。第2グループもシャーッと入ってきますよ。次の音でリバースいきます。ごめんなさい。アンデダンです。足働かせて頑張って、フリーゼパートブレ。リバースはすごく頭考えてないとできないですね。はけて、ちょっとね、場所がなくなっちゃった。大丈夫かな。第2グループ、次パジュテをしてみます。お願いします。ジュテジュテジュテソッテジュテジュテジュテソッテクリサドジュテクリサドジュテジュテジュテアッサンブレ。足頑張って動かすのよ。はい、ちょっとね、第2グループ膝が曲がりっぱなしの人いました。クリスタとジュテの足伸ばす。順番頑張って。はい、いいです。では今度はグランワルツをやってもらいたいと思います。頑張って。頑張ってもらいたいと思います。で、今もうスタンバイしてますね。はい、フェッテ類はイタリアンフェッテもそうなんですけども、トゥールフェッテもね、これ全てタイミングが合えば永遠にできるくらいタイミングです。頑張ってください。応援してます。なんか黙ってる。頑張ってください。絶対できる、ね、自分を信じてね。真上に立ってね。そう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 、アラスボンドを見せます。
頑張れ。そう、みんないいよ。はい、おしまい。オッケー、ブラボー、拍手。よく頑張った。もうちょっとね、できそうな人だと思うんですけど、あ、ありがとう。そっちでね、たくさん拍手してくれました。ありがとうございます。3人はピケです。ピケってピケアンデダン突き刺すという意味がありますね。そう、ダブルチャレンジしたね。いいよ。最後はダブル回れるかな。はい、よく頑張りました。ここからは番外編です。今日はですね、3月の12日です。今日はなんとソフィー先生、朝8時ちょっと前かなから、今夜の8時なんですけれども、なんと12時間もソフィーにいました。このスタジオにいました。ということで、お顔出しはできませんが、ちょっとね、スタジオのね、この暗さを感じていただければと思います。はい、今日もソフィー先生めっちゃ頑張りました。イエーイ、えらーい。はい、ですね、今日は3月の12日、昨日は3月11日、3.11 東日本大震災があった日でしたね。ソフィーのメンバーもその時間に1分間黙祷をしました。私たちの命っていうのはやっぱりかけがえのないものなんですね。そう、そしていつも感謝の気持ちを忘れずに生きていきたいと思いました。本当に心からそう思います。今子育てで悩んでるお母さんもいるかもしれません。でも子育てって本当にあっという間に時間過ぎちゃうんですよ。ソフィー先生はですね、子育てしている時が一番楽しかったです。今までのね、多分ね、人生の中で一番楽しい時間でした。本当にそう言えます。で、じゃあ今楽しくないのかって、そんなことないんですよ。今もとっても楽しいです。あの時があったから今の私があるっていう感じでしょうかね。あの時、子供を、自分のね、息子をすっごく愛せたんですね。なので今ソフィーの子供たちも自分の子供のように愛してます。そしてこれからもバレエを通して一緒に成長していきたいなって思っています。じゃあまたね。ありがとうございました。